明けましておめでとうございます。2014年今年もよろしくお願いします。新年ということで初夢、今日はですね、見たい夢を見る方法をご紹介したいと思います。一つ目はですね、見たい夢のイメージをしっかりと持つことです。見たい夢の絵なんかを枕の下に置いておくといいということです。二つ目は質の良い睡眠をとることです。お正月だからといってですね、伸びすぎ食べすぎには注意しましょう。眠る 1,2 時間前にぬるめのお風呂に浸かってリラックスすることも大切です。3つ目はですね、見た夢を覚えておくことです。夢はですね、レム睡眠の時に見ることが多いのですが、レム睡眠というのは90分のサイクルでやってきます。ですので90分のサイクルで起きることを意識して、起きてすぐ夢を思い出しましょう。これでバッチリ初夢が見れると思うんですけども、探しているときにちょっと面白いサイトを見つけたので紹介したいと思います。初夢占いなんですけども、自分の名前を入力するだけで自分にとって縁起がいい初夢というものを教えてくれるんです。一富士二鷹三なすびみたいにですね、3つ教えてくれるみたいなんですけども、試してみたいと思います。発表したいと思います。山下雄平の一富士に変わる一つ目の縁起のいい夢はこちら。ご覧の通りですね、一滝です。もっとわかりやすいと思います。こちら二星です。こちらでございます。3ラッコです。1滝2星3ラッコ、結構書きやすかったんでうまく書けたかなと思います。今日はですね、この絵を枕の下に引いて初夢を見たいと思います。今年もよろしくお願いします。